野仁のダービーにまつわるクイズ。非常に斬新なコーナーでございます。そうです、はい、ダービーにまつわるクイズを今から出していきます。草野さんにちょっとだけ寂しい思いをしたのが、はい、お客様がいらっしゃる、はい、本当に申し訳ただその代わり視聴者が大もつ、ね、多数の視聴者がこれを注目して見てますから、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。みよ、はい、ちゃんはまだ今から新進気鋭の、うん、まあ、女性 YouTuber の競馬予想家なんですけども、こ、ね、はいはい、んな豪華な方とご一緒させていただけるなんて、はい、恐縮です。もうただの年寄りですから、いやそんなそんな、競馬歴5015年ということで、そうですね、まあ、やっぱりそのダービーに関してはもうこの中で一番詳しいだと考えて、詳しいはずなんですけどでも記憶はどん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 こう駆け落ちていきますからね、はいはい、さあ、このクイズ番組なんですが、どういう流れかと言いますと、今から私がこの問題ボックスから問題を引いて、はい、皆さんにお答えいただくと、まあ、それだけなんですが、一応、まあ、全問正解者にはネット競馬から100万円です。100万円出ます。あ、そうです、聞いてないですこれは本当に、まあ、一応台本に書いてあるんですけどこれは本当にもらえます。本当ですか。正解した僕はもらえます。正解書いてある、はい、全問全問全問正解は結構難しいと思いますけどね。難しいですよ、まあ、とりあえず言ってみましょうか。じゃあ第1問、はい、どんなものか。そうですね、大丈夫でしょうか。なんだろう、ちょっとね、僕がクイズを出して草野さんが答えるという本当ですよね。真逆ですからね。草野さんがクイズを出す。さあ、うん、じゃじゃん、問題。はい、2000年以降に行われたダービーで2勝以上したジョッキーが武豊騎手の他に3人います、うんうん、その3人は誰でしょうか。フルネームでお答えください。フルネーム、うん、あれ3人もいる。え、2000年以降なんだよ。豊さんがダービー取った馬全部あげろとかだったら分かるんですけどね。あ、ちょっとゆっくり考えていいですか。あ、シンキングタイムとか書いてあったな。30秒程度を目安って書いてありますけど、僕は無視しますそれを。武豊騎手以外ですよね。以外ですよね。以外ダービー3人。2000年18回やって、ちょっと待ってください。てかもう字が書けないから、ちょっと待ってくださいよ。2人は思い出すんですけど、もう1人が、ちょっと待ってね。ヒントないんですか。いや、ヒントなんかないでしょ、こんな問題に。確実に1勝してるのは分かるんですけど、2勝したっけかなっていうね。3人もいました。これやっぱクイズって怖いですね、本当ね。パンって言われると出てこないですよね。ちょっとね、時間いただきましょう。これは時間いただきます、うん、20分ぐらい考えて大丈夫です。もう一人、もう一人がどうしてもできました。え、できた。多分当たってほしい。なんとなくね、ちょっと名前なんだっけかな。あれ、ちょっと待ってくださいよ、考えさせてくださいよ。ちょっと当てたいんですよ僕は絶対に。キャプテンまだ一人も書いてない。いや、そうなんですよ。やっぱ馬も出てこないと嫌じゃないですか、うん、ジョッキーだけじゃなくて。2回以上でしょ。2勝以上でしょ。2勝以上、いや勝ってねえか、なんか勝ってない気がするな、この方は。2回も。え、これ皆さん自信はあるんですか。ほぼほぼですね。ダメだ、もう僕はこれはもう100万円はないんですね。はい、もう私の100万円チャンスはもうなくなりました。早くも1問目からさあ、それでは一斉に出します。これは、はい、せーの、はい、じゃじゃん。さあ、みおちゃんから。はい、川田優雅騎手、クリストフルメール騎手、はい、岩田康成騎手、はい、さあ、そして、草野さんが C 広文騎手、ミルコデムーロ騎手、横山紀弘騎手、あ、ノリさんやった、ロジユニバースか、うん、そして私が岩田康成騎手、ミルコデムーロ騎手、うん、内田博之騎手、うん、わ、みんなバラバラだ。さあ、はい、答えを言いますよ、はい、答えはじゃじゃん、一人目、はい、C 広文。あ、この時点で私とみおちゃんはもうダメでございます。早くも。2人目はい、横山典弘騎手。おお、草野さん、リーチだ、リーチがかかっております。3人目ミルコデムーロ騎手。あ、すごい、よかったよかった、草野さんすごい。ありがとうございました。さすが。どうしよう、一人も入ってない。あなたはひどいですね本当に。あ、
サワが騎手ダービー通りましたっけ、マカ引き、ああマカ引きか、一生だったか、ディープスカイと、はい、ウォッカ、ウォッカなんですけど、うん、ディープスカイうっかりしがちですよね。そうなんですよね、ダービー版の中もう一つ印象にね、いい馬だったんですけどね、うん、ちなみに、ミルコが何かは分かりますか、うん、これはあの2003年のですね、はい、ネオユニバース、ネオユニバース、はい、2003年まで出てる、すごい、はいはいはい、そしてもう一頭ドラメンテでございます。ああそうです、はい、レコードタイムドラメンテ、レコードタイムドラメンテですね、そして横山のりひろ騎手が、はい、ロジーユニバースがあり、そしてワンアンのオンリーなんです ね、これはそうか、うん、どっちもちょっと忘れがちな、うん、ダービー馬に失礼ですけど、いやいやいや、そうですね、意外と難しい、もう一つ、はい、例えば横山騎手のロジーユニバースワンアンにも、はい、強烈な印象ということで言うと、はい、まあ、それほどでもない、まあ、そうですね、いうね、はい、感じがあるからでしょうね、まあ、今のはあの脳幹みたいなことですよ、練習ですよね。まずは練習から、いやさすがですね、草野さん、いや本当に良かったです、ほっとしました。素晴らしい、さすが。2問目に行きたいと思います。今のところ100万チャンスの草野さんだけですね。もういいですよ。じゃじゃん、第2問、はい、ダービー馬のオーナーになることは一国の最初になることよりも難しいという名言を残したイギリスの政治家は誰でしょう、はいはい、全然わかんないよこれ。イギリスの政治家、ダービー馬のオーナーになることは一国の最初になるよりも、まあ、これはちょっと年取ってる方が有利ですよね。これはわからないな。イギリス の、まあ、あの総理大臣を務めたことがある人なんです。もうだいぶ前です。もうちょっと古いですね。はい、はい、まあ、これはあの考えても仕方がないので。はい、本当にわからない。イギリス。イギリスといえば。もうみおちゃんが外れることは分かってるからもういいよもう。ちょっと期待してください。当てずっぽで頭がないんだからこんなの。おかしいな、なんか難しい問題じゃないって聞いてたんだけどな。もっとなんかこう謎みたいな感じ。あるあるある。一斉に出しましょう。あ、違う。はい。これはニオちゃん、私、草野さんの順で出しましょう。あ、分かりました、はい、あの外れてる2人、外れてるであろう2人から、じゃあニオちゃんどうぞ、じゃじゃん、はい、ナポリターニア、誰なんですか。ナポレオン的な、はい、本当になんかイギリスっぽい名前。いや、イタリアっぽいですよね、ナポリですからね。はい、ナポリですからね。そして私、チャールズ、惜しい感じですよね。チャールズ皇太子って言いましたよね。皇太子言います、はい、ダイアナ妃のでしたよね、確かに違いましたっけ、はい、惜しい、惜しい、草野さん、ちょっと惜しいなって感じ。答えの方どうぞ、はい、これはもちろんウィンストン・チャーチル。ああ、じゃあなんだ、チャーチルか、僕分かってましたよ。じゃあチャーであることは知ってたんですよ。ただまあ答えが、うん、その通りかどうかは、うん、うね、はいはい、分かりません、はい、ウィンストン・チャーチル、はい、すごい、はい、いえいえ、すごくないです、すごくないです、え、すごいですよね、マジで。これ本当にね、はい、競馬をやってる人にとってはその言葉どっかで聞いたことが、ね、はい、この言葉は聞いたことあります。ダービー馬のオーナーになることはものすごく確率的にも難しいんですけ ど、はい、でもそれは必ずしも当たってる言葉ではないなと思うのは、はい、日本のダービー馬のオーナー、はい、金子さんが何度も何度もなってらっしゃる、そうなんでございます、はい、いや決して最初となるより難しくないんじゃないかなという感じもしてくるほど、いや金子さんが特別ですよ ね、 すですよ ね、 ね、うん、ちょっとこれ草野さん寄りの問題を、あ、今のところね、スタッフさんが用意した感じは若干、ね、はいはいはい、ちょっとね、どうしても私に100万円持って帰っていただきたいという、はい、そういうなんか温かい志の第3問いきますよ、はい、草野さん第3問、じゃじゃん、ラジオの競馬実況番組、うん、ラジオ日本日曜競馬実況中継において2018年の日本ダービーで実況を担当した同局の細渕武明アナウンサーが発した最後の一言は何でしょう。はあ、結構有名なんでしょうね。菊の季節に桜が満開的なことでしょ。あ、まあ、はあはあはあ、そういうことですよね。2018年、去年のダービーの最後のセリフ、はい、多分これは問題になるってことは、うん、本当に有名というか分かりやすい、そうなんでしょうね、言葉ですね、はい、じゃないですか、分かんないですけど、分かったかも、分かったかも、パーフェクトが書かれてますよ。いやいや、そんなベッタベタなやつなのかな、悲願の男じゃない、ちょっとこれは難しいですね、難しいですね、放送聞いてないですよ。
一問ぐらい正解したい。草野さん往生際が悪いな。いいですか、あ、ちょっと付け足します。みおちゃんはもう絶対外れるから。そういうの分からないじゃないですか。じゃあみおちゃんからいきましょう、うん、今回も、はい、どうぞ。じゃじゃん、平成最後に福永家の悲願達成かなと。なるほど、ね、さっきのヒントを聞いて平成最後にを付け足しました。こう言ってほしいですよね、優が一番。福永優一。まあ平成最後の福永家の悲願達成、優が一番って言ってほしいなっていう。言ってほしいな。優一ですからやっぱり。はい、面白いんですけども、はい、あの今の時代は一部にはなんかあまり真面目じゃない表現だっていうふうに批判が来る可能性がありそうですね。あの結構いろんな意見がすぐ出てくるよね。細渕さんもそこ気使っちゃいましたからね。さあじゃあ草野さん答えの方どうぞ。すごく平凡なんですけれども、はい、平成最後のダービージョッキーは福永雄一 だという。なるほど、ストレートに。答えの方を見てみましょう、うん、はい、もっとしかし面白いいい言葉を使ったんでしょうね。なるほど、うん、答えを発表します、はいはい、昭和から続いた夢平成の最後で叶いました。あ、おっしゃってた気がする、その言葉聞き覚えがある。あ、まあ悲願のダービーですからね。そうか、まあこれは私だけ正解ということですね。ニュアンス的になんかあの、どのあたりが全てこれ内包してますから、これはあのその気持ちを一応今私が一問正解です。いや、おかしいでしょ。あのもう全てをこれ語ってますから、これは今そうですか。細渕さんが言ったことも全てがこの中に入ってるんで。そうですか。さあ草野さんついに外れてしまいましたが、いやいや、それはね難しいですよね、はい、一応優勝すれば何かしらの賞金出るかもしれませんから、今2ポイント1ポイント0ポイントです。なんでですか、1ポイントがおかしいでしょ。さあいよいよ第4問になります。草野さん、はい、先ほど入ってきました。これ結構本当に難しい問題出してくるな、うん、まあさすがネット競馬だな。第4問、ダービーが行われる東京競馬場、その東京競馬場には競馬ファンの間で有名なドーナツが売っています。お、そのドーナツはなぜ有名なのでしょうか、お答えください。いや、これは全然わかんないな。いや、僕ドーナツ食べてないですよね。有利かな、カフェのやつ、ね、知っていそうですよ。あ、知ってるんだ。見ないでください。あ、なかなか競馬場で我々はドーナツを食べないですよね。そうそうそう、あんまりね、食べるってことはないですもんね、はい、あ、思い出さないで。分かった、なんとなく。はい、じゃあみおちゃんが当たってそうな感じもするので、うん、草野さん、はい、私の方からまず答えを、はい、おじゃじゃん、蹄鉄のドーナツ。あ、蹄鉄の形なんじゃないかと。なるほどなるほど、思いましたね。競馬にちなんでですね、はいはいはい、私でしょうか。草野さんいきましょう、はいはい、普通ドーナツっていうのは、はい、まあ、ややまん丸系ですよね、はいはい、ですが競馬場のコースをかたどってちょっと楕円形というか、なるほど、そういうドーナツなの。発想の根幹は私と全く一緒ですね。いや、だからそれっぽいと思いますけどね。それらしい。さあみおちゃん答えいきましょう。知ってますよね、きっと。多分これだと思います。はい、はい、本命ドーナツ。あ、そっちか。はい、なるほどね。そうかそうかそうか、二重丸な、それだ、はい、うん、そうですね。分かんないですけどね。これはもう見なくてもなんか当たっていそうな感じだと思うんですけどね、うん、答え発表します。はい、はい、お願いします。なぜこのドーナツが有名なのか。大きな穴が開いているドーナツ、大穴だから。あ、そっち。あ、みおちゃん外れ。惜しいですね。惜しいけど外れた。惜しかったですね。これですね、現物が大穴ドーナツ。なるほどなるほど。そっか、そっちも、本命ドーナツもありますよね。うんって、本命ドーナツもあるそうですが、そっちでも正解でいいんじゃないでしょうか。こちらです、問題の趣旨と全く違うので、有名なのはこちらの。有名なの、はい、でも本命も有名ですよ。いや、結構あのファンにとっては本命を当てることは嬉しいんですけれども、はい、見返りが少ない、はい、一方大穴はガッと持っていけるんで、はい、こっちがやっぱり人気がある、はい、もう草野さんが言ってるから、はい、もうみおちゃん外れです。草野さんに言われたらもうしょうがないです、受け入れるしかないです。美味しそう。悔
ますまあでもなんかいろいろ楽しみ方があるんでね。そうなんですよね。いいですね。我々、うん、大体もうビール飲んで終わりね。さあいよいよ最後の問題になりますが、ここまでのポイントを整理します。うん、まず、草野さん2ポイント2ポイントキャプちゃん1ポイントだから1ポイントおかしいですって。優が1番で掴んだ1ポイントそしてみおちゃんが0ポイントのポイント。みおちゃんだけ頑張って、うん、惜しかったさっきのね。最後はすごい惜しかったさっきの、うん、正解にしてあげたかったけど草野さんがダメっていう感じで、もうそれはしょうがないです。さあいよいよ最終問題になります。はい、最後の問題。武井豊騎手が監修したダービーあるあるというのが5つあります。そのうちの1つに〇〇より〇〇が〇〇勝ちというものがあります。〇〇に入る言葉をお答えください。同じ言葉ですか全部。いやこれ違うんでしょう。まあ RG さんの感じのね、何々勝ちのやつですね。もう一度ちょっと言ってみます。〇〇より〇〇が〇〇が〇〇勝ち。あ、なんか分かったかもしれない。え、僕これ本当知らないですけど、これはあのよく考えたら分かるはずですよ。え、うわもう当たってる感じだ。なんだろう、ダービー当日に。いや当たってる感じで、俺本当知らないから多分当たってないと思うんですけど。〇〇より〇〇が〇〇勝ち。うん、第2ヒント。いやこれ第2ヒントとかないですよ、うん、これはこの文章がかなりのヒントだと思いますけどね、僕は。とかこんだけ言っててニュアンスも当たってなかったら本当めちゃめちゃ腹立ちますけどね。ダービーあるある。まあでもダービーはそうですよね、確かにね。ちなみにこれ最終問題はあの3ポイントなんで。おえ、ちょっとおかしいでしょ自信があるからって俺多分これだと思うけどな。違うのかな、わかんないですね。難しい、はい、難しい。いや草野さんの答え好きだなそれさあそれではまず、じゃあ美穂ちゃんからいこうか。はい、はい、〇〇より〇〇が〇〇勝ち、〇〇に入る言葉をお答えください。どうぞ。はい、はい、ダービーはお祭りのようなものなので、はい、馬券より楽しんだものがお祭り勝ち。あ、勝ちはそっちで捉えたか、ね、え、そっち？ガチ RG さんのあるあるを知らんのかい。え、ガチは何々しがちとかそういうことですからね。そっちか、はいはい、知らんのかい。しまった、何ガチ。続いて草野さんいきましょう。これはちょっとお手上げなんですけどね、はい、ダービーは独特の、はい、まあ、お祭りの雰囲気の中で行われますので、はいはい、過去の実績、はい、どうしても実績を中心にみんな見るんですけども、はい、その実績よりも、はい、例えばなんとかもう人気がですね、はい、この馬すごいとかっていう人気の方が先行しがちだと、はいはい、ゴリゴリの馬券ファンがいるんですよ豊さんが言うわけがない豊さんがこんなことを言うわけがないもうちょっとユーモアが入ってます。僕は多分これ合ってると思います多分。ダービーあるある、馬より人が興奮しがち。ああそうか、違うのこれ。これしかないでしょ。あれ絶妙な、これでしょ。答えを発表いたします。はい、馬よりおファンが入れ込みがち。あ、いやもう惜しいですね。いや草野さん惜しいじゃないですか、当たりなんですよこれはもう。いや草野さんそこはっきりと言ってあげてください。入れ込みがちとね興奮しがち似てはいるんだけどね、言葉としてはちょっと残念ながら違う、全然違うな。なんで急にそんなに惜しい惜しい惜しいけど違いますね。これは当たりでしょう、ね、全然違います。草野さんが違うと言ったらいや、はい、あの内容は内容はねその通り、うん、はい、ありがとうございます。どうせ全問正解じゃないからいいんですけどねいやだってやっぱダービーの日これみんな言いますけど、うん、やっぱ1レースからね、うん、ダービーの日の1レース僕すごい好きなんですよね。なんかやっぱ1レースからうわーっていうね、ちょっと今までとは違うよね、はい、異様な雰囲気が漂ってますね。そうですよね、やっぱダービーっていいですよね、うん、さあそういうわけでですね、クイズが全て終わりましたが、うん、結果だけ発表させていただきます、うん、はい、佐久間美桜、はい、ゼロポイント。キャプテンはダメ。1ポイント。違います。ユウが1番で1ポイント。そして優勝は、はい、
2ポイントの草野さんです。素晴らしい、すごい、さすがです。最後の問題特別に3ポイントにするっていう、まあそうなんですけど、まあ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 でもいいですよ、優が1番で1ポイントもらってるんで、ここはおかしいですね。ただこの草野さんのこの答えはマイナスにしてもいいですけどね。いやいやいや、豊さんが言うわけがない、言うわけないでしょこんなことありがたいお言葉ですけどねさあというわけでですね、楽しんでまいりました、草薙俊のダービーにまつわるクイズのコーナー、以上になります。いや、もっとね難しい問題が出てくるのかといろいろ、ああそうですか、想像してたんですよね。十分難しかったですけどね、例えば第1回のダービーの優勝馬は何、はい、とか、ああ分かんないわ、これは確かに、あ覚えやすいんですよ、はい、若鷹、若鷹、若鷹の花と若鷹と若鷹と同じなんで、なるほど、すごく記憶しやすいね。ちなみに第1回第2回は目黒競馬場、今はありませんけど、目黒競馬場で行われて、3回目からこの東京競馬場にコースが変わった、はいね、そうなんですね、なんかそのような感じのものが出るのかと思ったんですけど、いやでも意外と最後の問題はさすがに、ありがとうございます、あのミオちゃんだけがいいと思わなかったです。でもほらドーナツ、はい、ドーナツもういいよ、もうドーナツ な, なんで自分ばっかり第2弾でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。さすがです。